てません。いたけど。春とか咲くんですか？こうなった時、オーストラリアでどれぐらい時期咲くんですか？オーストラリアで9月か10月。じゃあ早春です。日本の早春。早春ですね。早春になるとさーて結構乾燥ですか？どっち好む？湿度がある方がいいのか。水は好きです。伸びてる間。それで、休眠期は乾燥。休眠期が乾燥して、日本の夏湿度が高いじゃないですか。東京より。その時に乾燥させちゃってるからすごく楽なんですよ。で、冬吹かせて、花来て、花の生活サイクル、成長サイクルは花になったりじゃないですか。はい、ありますね。踏んでも踏んでも出てくるやつ。あれもね、大体9月に芽吹いて、早春に花咲いて、晩春から初夏に葉っぱが生える、それで休眠。休眠入る。で、葉っぱが出てる間は水好きです。で、休眠期は水いらないです。休眠期は水いらない。日本だとなんだろう、千鳥とかサギソウ、サギソウよりもっと乾燥はさせるみたいな感じですね。だけど根っこなんかバーッと伸びて、その先に球根つくじゃないですか、サギソウも。あれと同じような出方と根元につく。だでこんな感じでくるんですね。それはね、そうです。こいつは特殊なんですか？いや、だいたいこう花の方があって、花が上がって、で花のイメージはそれ非常に華奢なエビね。霧島の栄養失調だけど花咲いたみたいな。はいはいはい、エビネみたいな。すげえな。なんでライン以外だったら、イキシアなんかで。イキシアね。イキシアとか、ワイルドのグラジオラス。グラジオラスとか。そんな感じです。春咲きのグラジオラスですね。香りどうなんですか？香りがあんまりない。じゃあ色で呼ぶタイプか。色で虫を呼ぶタイプ。何度ぐらいまで耐えられます？温度。下ですか？下。下は何度でしょう？4、5度ぐらいまで大丈夫ですか？そんなには厳しい。そこまで行っちゃったらマイナス5度でもいけるっていう話。でもね、今ちょっと前に、埼玉の方だったんですけど、埼玉で木製のテラス、上、雨よけがして、そこへ出して、今年雪降りましたよとか、この辺雪が、積もってないから大丈夫だ、カチンカチンに凍っても大丈夫。ああ、そうですか。それが無だっていう、このタイプなんですよ。ああ、タイプで。だいたいこれヌダで、ヌダの濃色個体がこいつなんですよ。ロイヤルブルー、トールブルーで、あとクロスカカってのもヌダのクロスカカってのがこの辺、どれだ、これなんかもヌダルグラだから。はぁ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 、何しろ向かうんですよ。向かうんで。で、増殖は勝手に増えていくんですか？勝手に増えていくタイプ。だから、サギソウなんかでしょ。一緒。親元のところに古い球根つけたのが、その脇に膨らんで、その他にこう、じゃあ、どっちかというと、株分けしていくっていう感じで。夏に掘り上げちゃって、あれするから、その時球根みんなばらしちゃうっていう感じ。だから放っとけばイヤチは起こさないと思うんで、放って株立ちにさせてもいいとは思うんですけど。種はつけない。種つけますよ。つける。じゃあ未生もやろうと思えば、やろうと思えば、だけど時間めちゃめちゃかかる。だから、ほら、日本エビネだってなんだって、なんかたまにこう誰から出てる時があるじゃないですか。そういう可能性とかはゼロではない。ゼロではない。で種も。あー、なるほど。これハマったらやばいですね。じゃあね、ハマったらやばいです。ハマったらやばいですね。サンオキットってね、日によく当ててやることが一番の。サンオキットってですか？あー、勉強になるな。そうそう、明日買おうかな。明日あれば、あれば、やばいや、めぼしいのってか、やっぱり無駄とか、やっぱり
この花やっぱりブルーオーキッドってこれが基本で有名なんですよ。この系統はフラスコ分けしたんだけど、あ、そうすか。どれぐらいのタイミングであるかどこまで残ってるかっていうのは正直分かんない。今年はでも数あるから。普段どこで売られてるんですかこれ。国分です。ただあの売る売るの花屋とかあんまないですよね。あ、売ってないでしょうね。売ってないですね絶対ね。人によっては、はい、栽培するより手に入れる方が難しいっていう。へえ。手に入れちゃえばほらさっき言ったサギソウとかチドリとかそういう感じなんで、ね、でも外に置いておいていいから、雪にはまあね、全然その立ち凍ってもなんていう品種だから、外の普通の草花、球根草花と同じくらいの感覚で、うん、そうですよね。でも値段はいい値段ですよね。なしょ市場に出てこないから、出てこないですよね。大変。なるほど。これの日本 の, あの一番やってるのって、あのこちらでやられてるんですか一番こう。あ、どうでしょうね。他には知られる知られないところもあると思うんでね。あ、そうです。私はこれ出てるから、まあ一応過去に買ってくださった方、今年も買ってくださって買ってってくださった方。なるほど。だけどおさわちって、まあ、あんまりで、同じ値段でも全然目立たない。全然違いますよね。でこの時期に目立たないし、渋いのいっぱいあるじゃないですか。これコクシニアとか、